川崎市に住む男性は来月5日のデモの集会のためなどとして市に対し2つの公演の使用許可を23日に申請しましたしかし、市は男性の所属する団体がこれまでに少なくとも2回在日韓国人に対するヘイトスピーチをしていたとして許可しませんでした。自治体がヘイトスピーチを理由に、 公共施設の利用を認めなかったのは全国で初めてです。